ホズチャンネル、いつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。まあ僕も、青天を衝けをずっと見てるんですが、うん、いよいよですね、うん、フランスに行くんですよ、渋沢栄一が。渋沢栄一がフランスに行く前の話として、うん、福沢諭吉と出会ったシーンがありまして、なかなかね、新1万円と旧1万円のね、うん、対面ですわ。なるほどね。福沢諭吉と実際に出会ってるんかどうか知らんけども、いろんな点で、福沢という人はなかなか面白い人やね。そうですね。なかなかいっぱいええこといっぱい言うてるから、それからものすごくみんなにも尊敬されてる。で、また実際に、書いてるもん見たら、学問のすすめなんていうのはみんな努力したらちゃんと報われるんやということをな、分かりやすく書いてる。そうですね。で特にですね、僕は福王辞典なんて読んでるとね、あれは分かりやすいですね。ほんで福王辞典なんかはその当時の様子がものすごい生き生きと書かれててね。で実際にいい話もあるし暴れ回ったような話もあるし、だから面白いわな。特に緒方公案の塾なんかの様子なんかもようわかるし、そうですね、あの辺結構面白いですよね、裸になってなんか踊ってるとか、だから普通に読み物としても面白いから、あれはぜひみんな読むべき本やと思うけど、まあこれ福王辞典かは知らんけども、手塚治虫のおじいちゃんの手塚龍庵となんか殴り合いの喧嘩したみたいな、あれなんかも緒方公案塾やからね。ほんで緒方公案の塾の人っていうのはね、みんなね話がうまくてね、それから物書くときにね、分かりやすく書くねな。これはやっぱり先生がそういう指導してるんやと思う。そうですね。ほんで福沢諭吉もそういうことで福王辞典なんかもものすごく具体的に分かりやすく書いてるし、確かね、1枚1冊のオランダの本をですね、みんなでこうシャーポンしたとかの話もありますね。ほんで学問のすすめなんかは当時200万ぐらい売れて、2000ものも100万ぐらい売れて、2番って言うてね、売れたらしいね、そういうもんも。当時の人口が3000万か4000万としたら、それから恐るべき数字やね、今で言ったら800万クラスですか、ベストセラーとしてもね、なかなかすごい数字。それは実際どの程度著作権料が入ったんか知らんけども、今ほどではないんじゃないですかね。今ほどではないかもしれんけどね。だけどもまあ自分その学校作るにしても、土地なんかも大名屋敷を安く分けてもらったりとか、いうことで結構ああいう大学作るにしてもそんなに金をかかってる感じもないしね、まあええ時代なんやな。でそやけど人の書いてるその、学問のすすめかな、これの中には人の上に人を作らず、いい言葉ですね、人の下に人を作らずって、言うてな、あら結局民主主義を標榜してるような話やっていう、まあ、そう言われますよね、言われるわな。ところが実はあれ自体は、その人の上に人を作らず人の下に人を作らずと家入りと書いてある。家入り、家入りっていうのは誰が言うたか言ったら外国の人がそういうことを言うてるって言われて、でそれは言うてるけども、それはなんでそんなことを言うてるかというと、そのちゃんと学問をしたり人間が努力したらそのちゃんとその報われて、努力せん人は報われへんから貧乏になると、なるほど、努力したら金持ちになってエロなって、貴族にもなれるしっていうね、そうそう、つまりみんな努力したら機会を得られますことですね、だから決して生まれた時は平等やけども、後は違うでということを言ってるわけだ。なるほど、でもまあ言ってることはその悪いとは思いますよね。言ってることは悪いことじゃない、もちろんな。ところが当時でもね、やっぱりねそういうことをねいろいろ言うて、世界学校作ったりして、まあなかなかもうその当時でも成功してるから、それから日清戦争の時なんかが始まったら、それまで戦争やとかそういうことにも反対したりしてたんが、コロッと変わって、で国防献金って言って軍事献金やね、軍事費を献金するの、それもものすごく高額の献金、なんか1番とか2番ぐらいの献金をしてるという話。そうなんですね、でそういうところをね捉えてね、いろいろ批判する人もあるわけよ、で当時その内村鑑三って、これも文化人切手になったような、そうですね、キリスト教の関係の人やね、新島城の親戚みたいな感じですね。そうやね。でその人なんか、それから新渡戸稲造やらと仲良かったっていう人やね。なるほど。この人なんかはね、福沢のことをね、拝金宗の党や、拝金宗っていうのは金を拝む宗教、ね、福沢諭吉とはあんまり関係なさそうなイメージですね。
ところが福沢諭吉っていうのは、うん、もう武士を自分も武士やったのを武士辞めて、うん、で商売人のこともその卑下することないということで、うん、そのもっとみんな上手に勉強して商売やれというようなことを言うてるからね、だから要するに金儲けのを煽ってんやというわけや。ほうほうほう。な、ほんで自分のその学校自体もだからそういう邪教をその広めるための道場やって、背筋教背筋教のキリスト教の人からみたいな、そうなのかなっていうふうにね、うん、批判があったりするね。ほうほうほう。で大体まあ慶応っていうのは最初はその塾やから、今でも慶応義塾って、ね、塾って言いますかね、塾 でしかも初期の時なんかは全くその福沢が先生っていうようなね、うん、生徒と先生の間のね区別が あまりきっちりしてなくてね、まあ言うたら敵塾2みたいでしょ、うん、それから兄弟みたいな、その先輩後輩ぐらいの感じでね、一緒に勉強しようというような感じや、まあ敵塾乗りですね。だから福沢諭吉なんかその当時の学生連れて飲みに行ったり、うん、それから落語見に行ったり寄席に行ったりとか、うん、そういうこともしてるようなね、なんか楽しそうですね、うん、そういうなんがだんだんお規模が大きくなってくると、そういうことでは なくなってくるな、うん、支援者も出てくるでしょ、うん、ほんであんだけになるとね、うん、もうしかも早うにできた学校やから、要するに上層階級の人が 今でも慶応っていうや、まあ、東大京大クラスと近 い、ね、近い私立やんか、ええ、私立としたら早稲田慶応、ね、早稲田慶応というのね、だからそういう点でその官僚であったり財界であったりという人もいっぱい有名人が出てるわけやし、そうだから悪い言う人が少ないと、まあ、だって上に行ってる人が福沢諭吉の関係者からね、そうで自分、まあ、福沢大先生やからね、ですよね、だからね伝記書いたりいろんなこと書く人もね、うん、これ服部惚夫っていう歴史学者が言ってるけどね、うん、福沢のことを書く人みんな言うのはみんな福沢惚れやと、ああ福沢に惚れてるっていうような人ばっかりが書いてるからね、まあ、言ったら福沢信者みたいな、うん、それから悪いことを書く人が誰もないけども、ほうほうほう、実際はいろんなことがあって、うん、例えば福沢桃助藤助っていうのかな、養子で福沢の子供があるんやけども、これなんかは今の関電関西電力とか電力会社起こしたりしたような人で、もう事業家としてものすごいその大成した人、福沢諭吉の息子で、息子で養子やし、ね、うん、でこの人なんかはね、その偽の電報を作ってね、でそれを記事にして、記事にするのはね、福沢は時事新報という新聞持ってるわけ、すごいです、新聞もあるんですね、な、だからその新聞つこて、そこに外伝の偽の電報を載せて、それでその株をその煽って、うん、今やったら風説のルフという犯罪ですよね、そうそうそう、そういう格好で煽って株を先に返してっていう、ね、そういうようなことをその自分が新聞持ってるからできるわけ、なるほど、福沢諭吉の新聞はそこを提供の場にしたわけじゃないですか、うん、でそういうことで、うん、そういうことに使われてたりね、うん、してその必ずしもええことばっかりではないっていうこと、まあ、そうしても全部金は儲けないってことですか、うん、は言われてるわな、なるほど、うん、あとこの人って朝鮮にも結構手出してますよね、うん、それから割と言うてることがね、うん、その時々で変わるっていうかね、うん、こう新聞がさ、新聞っていうのはその当時の世相を反映するっていうか、うんうん、今世の中が何を望んでるかというと、うん、それに合わせた論調で、まあ言うたら流行通信で言いますね、うん、で書くことが多いやん、ええ、で福沢の大体書いてるもんっていうのはその時の世間 の、うん、風潮、世間が何を欲してるかということを先取りして書いてるという感じやから、うんうん、なるほど、よく言えば、うん、そういう流行を読むことができたと、うん、それからその学問の勧めにしてもあんだけ流行したっていうのはそういうことが望まれてたわけよ、それからその死の交渉がなくなってそういう商売人が栄えた方がええと思ってる人が多いっていうことを呼んでるわけよ、なるほど、だからそういう感じで、だからその時々でかなり論調が違うということはあるな、なるほど、うん、だけどそういう欠点はほとんどその福沢惚れの人は言わないから、なるほど、うん、なるほどね、しかも天の上に天を作らず、人の上に天を作らずと言っといて自分が一万円札になるという、うん、それから
その一万円札になったっていうのも、ええ、背筋臭の親玉やからこそなったんやと。なるほど、うん、ほんで今のその、 財務省やな、ええ、とか要するにお金を作る本元の人間は、ええ、福沢を尊敬してるっていうのはそういうことやっちゃう。なるほど。それから福沢はその金儲けの神さんやと思ってるから最高額の一万円札に採用したんやろって。そしてほくろがあると。うん、ほくろがあったり、うん、ひげの代わりにほくろやな、ね、そういう特徴も分かりやすい。まあ言うたら一遍見たら忘れへん顔や、うん、まあ言うたら親しみやすくて、うん、言うてることも賢くて状況を読める人間やと、うん、こういうわけですね、うん、それからそういうその今やとその文化人もう今軍人やとか使われへんから、うんうん、文化人を使わないかんっていう時になったら、うん、その政府とかそういうとこが使いやすいのは何か、それから世の中で受け入れやすい、それから樋口一葉が5000円になり、うん、福沢諭吉が1万円になるっていうようなことね。なるほど。なんてそして次は経済の大化の渋沢栄一。そう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 。だから大体それは政府の考えとうまくその民間の人間を入れるっていう要望との合致点がああいうところに。なるほど、うん、なるほど。そう考えると1万円札だった理由もようわかりますね。だからね、漱石が千円札というのは、うん、大蔵官僚から見たらそのぐらいの値打ちが思ってないってこと。なるほど、それはちょっと分からんかったけど、ね、まあそういうこととちゃうか。なるほど、よく分かりました、ありがとうございます、まあ、渋沢栄一なんかはもうお金の神様って感じですけど、うん、福沢諭吉もそう考えたら文化と金の神様かもしれないですね、うん、で今度もその津田梅子を入れるわけね、津田梅子ね、樋口一葉の代わりに、ええ、でこれはやっぱり男女平等っていうところをやるのと、うん、それから学校の創設者を使うというのは非常に受け入れられやすいわけです。まず反対が少ないですよね、うん、それからそういう点で使われたよね、うん、おそらく1000円と1万円は男性枠、うん、2000円と5000円は女性枠です、うん、そう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 、まあ、2000円は存在忘れられてるような気もするけど、うん、まあ、そこは置いとこう。ほんでその時に慶応なんかはあんまり宗教色がないからね。そういやそういうあんまりイメージないですね、うん、それから余計使われやすい。だから同志社の新島城なんかは使いにくいとかね。あ、そういうこともある。宗教色が薄くて軍人色が少ないと、うんうん、それが一万円札の重要な点であると。だから、うん、そのうちね、うん、慶応使ったんやから、うん、早稲田も使わなっていうことで、じゃあ大隈のとこ、次ぐらいには、うん、大隈とかそういうのが出てくるちゃうか、うん、その辺はね、予測、私の予測では20年40年後を待たないとわからないですね。皆さんはこの福沢諭吉についてどう思われますでしょうか、うん、まあ、1万円札で一番身近なものやと思うんですけども、うん、まあ、どういう人か知らん人は意外と多いのかもしれないですね、うん、まあ、一度この人の福王辞典などを読んで一度見たらいかがでしょうか。大変読みやすい本になってるんで、まあ、Amazon などで買えるんでぜひ読んでください、うん、今の人でも簡単にわかる本だと思います。いや、実際にいい本です。そうです、うん、僕は福王辞典と勝小吉の本、うん、本が好きです。勝小吉の本もね、うん、ベランメイク調で書いてあるんでめちゃくちゃわかりやすいです、うん、まあ、興味ある方は本をぜひお読みください。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。